ャンネルを教えろ。ボードレース専門チャンネル、レジャーチャンネルです。早く教えろ。篠崎選手、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。さてね、篠崎選手、予選4日間走ってみてどうですか。モーターの感触っていうか。出足型ですね。出足型、はい、それが特徴。はい、うん、まあ中上ってよく言うじゃないですか。まあ、トータルで見た中堅上位と思ってるんですけど、まあ、伸びの部分でちょっと上位とは差があるかなっていう気はしてます。うん、はい、ここまでねレースしてみて、明日の順位に向けての何か課題は。プロペラしかもうしないです。はい、本体は OK。 本体とかはもう一応点検はして、うん、もうやることはないです。はい、うん、ここまで4日間走ってみてね、スタート感ってどうですか。いけてないですね。いけてない。はい、見えてない。見えてないですね。アジャストしてるのもあるし、うん、全速で行ったらタイミング遅いし、うん、ちょっというちょっとダメですね。なんかその、はい、合ってないですね。まあ、うん、エンジンじゃないですね。自分の問題ですね。はい、こっち、もう気持ちの問題ですね。はい、じゃあね、明日はこのメンバーでね、順位を、はい、2号でやるんですけどね。はい、どうですかこれ2枠。まあ一応枠は主張して、うん、はい、2コース取れたら取りたいです。うん、はい、この2コースはどうですか、得意度っていうか。普通ですね。まあ良かったり悪かったり。はい、うん、ではね、明日の順位に向けてのはい、ファンの方に一言お願いします。はい、まあ優勝戦に乗りたいという気持ちは強いんで、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。